皆さんこんこにちは初めて学ぶ行政書士ということで本日ですね行政書士というのはどのようなお仕事なんでしょうかとそしてまた行政書士試験っていうのはどんな試験なんだろうかっていうところをですね、えー、お話しさせていただければと思います。担当いたしますのはレック専任講師の鎌田と申します。30分程度になるかと思いますけれども 一緒にですね行政書士ってどんな仕事なのかそしてまた行政書士試験ってどんな試験なのかなっていうところお付き合いいただければと思います。そしてですね本日ガイダンスで使用する教材としましてはこちらですね皆さんお手元にお持ちの方はこちらをですねご準備していただきながら説明の方を聞いて頂いければと思います。早速ですが皆さんここに行政書士ってありますが。 行政書士ってどんな仕事だとと思いますかとどんな職業だと思いますかとなんか紙書くんだろうとかもちろんね行政の書と書くと入ってますから紙を書くっていうお仕事が中心になるんですがただですね行政書士っていうのは一言で申し上げると町の法律家なんですと弁護士がスーパードクターであるとするならば行政書士っていうのは町の法律家なんですね。 今この話を聞いてえなんかしょぼくねっていうふうに思われた方いらっしゃるでしょうかもちろんですね確かにスーパードクターの方がですねかっこいいだけれども国民からら求められる数ってていいいうところを考えたただきたいんですね確かにスーパードクターっていうのはもうどうしようもないです助けてくださいという人を助けるだからかっこいい。 だけれども多くの国民の人にとってですね、必要とされている人材というのはどういった人材でしょうかって言った場合については、もうどうしようもなくなっちゃったので最後の手段として助けてくださいスーパードクターではないですよね。皆さんがあ病気にかかったりなんか体調悪いなっていう時には近くのお医者さん、気軽に相談できるお医者さん、 そしてまた近くの薬局の薬剤師さんに相談するという形で確かにスーパードクターっていうのはかっこいいですよと。だけれども必要とととさされる数いいうところを考えてみてみくださいと多くの国民にとって身近に相談できる身近に頼りになる人という意味では町の法律家の方が必要とされているんですね。 そういった町の法律家になろうとしているのが、今このガイダンスをお聞きになっている皆さんということになるわけですね。非常に国民の人たちから求められている職業なんだと。この点1点ですね、押さえておいていただきたいですね。じゃあ、なんで町の法律家なのかと。 実際の行政書士試験の内容に入る前にですね、行政書士のイメージをもう少しつかんでいただきたく思いますがページでいうと10ページ11ページのところをご覧いただければと思います。 行政書士というもののですね主な業務私も日頃は実務やっていますけれども行政書士の主な業務としてはですね観光所に提出する許認可等の書類の作成提出手続きの代理であったり権利義務事実証明及び契約書の作成とその代理相談業務という形で大きく分けると2つに分けられるんですね。そししてて許認可業務としては 具体的には建設業の許可申請何か建物を建設業やりたいよという場合にですね建設業関連の申請をしたりえ宅地建物取引業を免許不動産業をやりたいという人の免許を関連の手続きであったり外国人の人が日本にいたいよととどまりたいよという時の外国人の在留手続きであったりですね夜のお店関連 であったりパチンコ店などですね社交場の営業をしたいという方には風俗営業許可の申請であったりまた飲食店をやりたいという方については飲食店の営業許可であったりまた自動車を購入する場合についてはですね車を置く場所を証明する車庫証明というものが必要になっていくるんですね。そういったた車庫証明に関連する書面を作成したりと えこれだけかよっていうふうに思われる方いらっしゃいますでしょうかこれだけじゃないんですねトータル数で言うと見てくださいと行政書士の扱う業務は1万種類を超えてくるんですね。非常に行政書士っていうのはできる範囲が広いんですねっていうのは何でかっていうと 先ほど町の法律家って言ったように行政書士ここに挙げられてるだけのお許認可を見ていただいてもお分かりのように何かをやりたいという時の手続きが行政書士の仕事なわけですね許認可業務っていうことで。そしてまた今の日本国は何かやりたいっていう時に、えー、役所を通さずに全く自由に好き勝手に何かできるかっていうと。 ほとんどの場合できなないんんでですね。なんでほとんどの場合できないのかと許認可が必要なのかといったようなところはですね皆さん本講義の中で合格講座の中で行政法という単元がありますのでそちらの方でお聞きいただければと思いますけれどもいずれにせよ国民の人が何かをやりたいという時には ほとんどの場合で役所を通す許認可手続きっていうのが必要になってくるわけですねですから身近に皆さんが何かをやりたいと許認可業務を行政書士の先生に国民の人がですね何かやりたいんだけど身近に相談できればあこういう手続きを踏めばできるようになるんですよとあ,ありがとうございますという形で多くの国民の人の手助けになるんですね。そしてまた 数でいうとかなりの数の許認可というものが日本国においては存在するわけですから絶対にです、ね、皆さんんがやりたいいお仕事っていうのはは見つかるはずなんですねそしてまた行政書士っていうのは今現在何かのお仕事に就かれている方は今の仕事を活かせる職業でもあるんですね。 ななぜなら建設業界でお仕事されているんであれば建設業関連の許認可手続きについては非常にですね有利にお仕事できますよねと。そしてまた飲食店を営業していたんであれば飲食店のオーナーになろうとしている人に許認可だけではないさらなるアドバイスであったりですねそういったこともできる。市民にになっってて飲食店営業していく上における苦労であったり、 そういったところも理解しながら寄り添いながら仕事ができるさらには医療関係に勤めていらっしゃる方であれば医療関係のお仕事っていうのは当然許認可の中に入ってくるとまたですね趣味との関係でもいいですね私の知り合いの行政書士にもですねいわゆるオタクと言われる方ですね アニメが好きだとかあおクの活動というものを趣味としている人先生がいらっしゃるんですがその先生はおクの人たちが何か活動をする道路の上でみんなで集まって何かをするどこかの場所を借りて何かをするといった場合についてはこれまた何らかの行政の手続き許認可っていうものは必要になってくるんですね。ですから 皆さんこれから行政書士になろうとしているわけですけれども行政書士っていうのは町の法律家で多くの国民の人に寄り添ったそして多くの国民の人から求められている人材なんだと仕事をする上においても皆さん自身どこかの企業に勤めてお仕事をするってなったら当該業種についての仕事。 自分が興味があろうがなかろうがそのお仕事をしなければいけない人によってはあやりたくないお仕事を無理やりやるっていうことで苦しい思いをされている方もいるとだけれども行政書士見てくださいと取り扱う業務は1万種類を超えるんですねってことは絶対に皆さんやりたい仕事あるんですね探せば趣味でもいいです何でもいいですと 行政書士試験合格した後にですね、自分が何に興味があるのか、興味がある分野の許認可業務調べてみてくださいと。皆さん自身が興味がある分野であれば当然のことながら、多くのその他の国民の皆さんも当該皆さんが興味のある分野についてやりたいと思っている人が多い。 そそしてそのやりたいと言った時にどうやってやっていったらいいのかと皆さんもですね飲食店やられている方であれば特段もうどうやったら飲食店営業できるのかっていうのは問題ないと思いますけれども飲食店やられていない方飲食店ってどうやってやるんだと思いますかと分かんないですよねそしてまた風俗営業関連夜のお店やりたいといった場合についてもどうやった どういう手続きを踏めばできるようになるのかわかんないですよね皆さん自身がわからないと皆さんも日本国民ですから他の多くの国民の人たちもこういった教任家手続きわからないんですねそのわからないという中において皆さんが行政書士として手を差し伸べるとそして行政書士としてお仕事をしていく上においても自分の興味のある分野であればその仕事が楽しくなってくる そしてまたスーパードクターである弁護士さんであったりは結構争い関係が多いわけですよね裁判であったり何なりと。結構ぐちゃぐちゃした人間関係の中でですね場合によってはですねなんでこういったことができないんだなんで訴訟で勝てないんだというような形でですねお客さんの方からですね厳しい言葉言われたりもしてくるわけですねスーパードクターそれだけ責任が重いですから。 だけれども行政書士というのは皆さん自身も楽しみながらそしてまた皆さんがあー楽しみながらお客さんに寄り添って業務をしていけばお客さんにも感謝をされてくるとそういった非常に夢のあるお仕事なんだっていうところをまずは押さえていただきたいんですね。そしてまた 私なんかはどちらかというと実務としてはこちらの方が多いですけれども行政機関役所を通す許認可業務以外にもですね民事企業法務という形でより国民の人たちに身近な 話として例えば遺言書を作成したり相続が発生した場合の相続業務をしたり各種の契約書を作成したりですね内容証明郵便ですねクーリングオフをする場合の内容証明郵便というものを送ったりという形で必ずしもです、ね、役所を通す手続きだけではなくて詩人と詩人 一般の人と一般の人の間におけるですね書面作成業務というものも行政書士の仕事なんですね私なんかはあとある企業の顧問であったりをやっていてとある企業というのはロボット関連の企業ですのでロボットにどの関連するですね手続きというものを取り扱ったりするわけですね そしてロボットに関連するケーブルの販売などの契約書であったりですね各種契約書のの作成業務っていうものもあるんですね実際に私の場合ですけれどもお仕事をしているとですねあこんな新しい技術があるのかあこんな新しい技術があるのかっていうことでですね日々ですね新しい発見新鮮な気持ちで仕事ができていると。 そしてまたですね今後もですね新たな技術ともし仮に空をですね飛行機が飛ぶってなった場合については空を飛ぶ失礼します飛行機は飛びますね空を車が飛ぶという話になったら空飛ぶ車に関連する手続きっていうものも出てきたりするわけですね。いずれにせよ行政書士というのは非常に 自由度の高い仕事ですよそして多くの国民の人にとって必要とされている仕事なんだとお仕事をしていく上においても皆さんご自身もやりがいを持ってできる仕事なんですよっていうところをつかんでいただければと思います。じゃあですよとそんな夢のある仕事なんですけれども試験に合格しないと当然ですね。 行政書士の資格っていうのは得られないわけですねじゃあ行政書士試験っていうのはどういう試験なんですかというところ14ページ15ページのところをご覧いただければと思います行政書士試験はですね7月下旬から8月下旬のところで願書が配布されたり出願という話になるそして受験資格これ誰でも受験することができるんですね で試験の期日は例年11月の第2日曜日に試験が行われているとそして受験料1万400円を支払うことによってですね7月第2日曜日に試験を受けて1月下旬に合格発表という話になるんですね。 具体的にはどのような試験の科目が出題されるんでしょうかっていうとですね本試験のところをご覧くださいと行政書士の業務に関し必要な法令等皆さん当然のことながら町の法律家になるわけですから法令等が聞かれてくるわけですね。法令としては憲法行政法民法商法国商法基礎法学というのが大きな 科目の枠組みですねなお憲法っていうのは国家権力から皆さん国民の権利を守りましょうと国家権力が暴走することによって皆さんの人権といわれるもので,ですねこれが侵害されないようにしましょうといった日本国における根本ルールですね。 そしてまた憲法ののとところでで人権というのは大事なんですよ、国民の人の権利を制限してはいけませんよといった理想を定めた上で現実の皆さんの生活の中において行政法という規律で皆さんの権利利益というものが実現できるようにしていきましょうという各種のルールが定められているわけですね。皆さんの… 現実社会における活動について行政機関がですね自分勝手な判断をしないこの人の許可であったり申請についてはなんかこの人感じ悪いから許可出さないとかですねそういったことがないように行政手続き法行政機関が守るべき手続きに関連するルールであったり行政機関がもし仮にですね皆さんにとって不利益な行為 をしてきた不利益な処分行為をしてきたという場合については「助けてください」という救済手続きとして行政不服審査法と行政事件訴訟法というものがあると。なおどちらもですね「助けてください」っていう科目なんですけれども行政不服審査法っていうのは行政機関側にですね処分をしてきた行政機関側に。 飲食店の営業許可の取り消しなどがなされた場合についてはあ当該処分をしてきたあ上司となる機関にですね原則として部下となる機関が何かおかしな営業許可の取り消しの判断してます助けてくださいこれおかしいですよっていうことで救済を求める一方で行政事件訴訟法っていうのは訴訟と書いてあるように裁判所に対してですね助けを求めるっていうところでちょっと違いがあるんですね。また 損害を被ったと公務員の人の違法な行為によって損害を被ったっていう時には金で解決してくださいっていうことで国家賠償法っていうものがあるんですねそしてまた皆さんは各種の地方公共団体都道府県市町村の住民ですよねとそしてまた各種の許認可手続きっていうのは都道府県市町村にの役所との関係でやっていくわけですよねと。ですから地方自治 各のの都道府県に関連する基本的なルールーというものも押さえておきましょうさらには民事関連の業務も先ほどありましたねと私たち一般の人々との関係で適用されてくるルール民法皆さんも本日コンビニとかで何か買われましたかねあれは民法でいう売買契約っていう話になってきたり私たちが常日頃から生活していくしている中において 当然ののことのように適用されているルール、ー民法そして商売をする商いをするとビジネスをするといった場合については特別に商法といったようなルールがあるとまたここにはないですが会社法というところもあるんですね。さらに基礎法学っていうことで法学の基礎に関連することが聞かれてくると。 法令等としては大きく分けると一、憲法行政法民法商法会社法基礎法学というものが出題されてくるとそしてまたですね行政書士試験は一般知識等ということで誰でも受験することができますから最低限の教養はありますかという形で一般知識政治経済社会情報通信個人情報保護文章理解というものも聞かれてきますと。 ではどんな形で聞かれてくるんでしょうかっていうと本番のの試験は3種類の形でで聞かれてくるんです、ね、ご支度一式っていうのは5個の足の中から1個正しいものであったり誤っているものを選択しなさいといったような問題ですね。 で足し選択式というのは問題文がバーって書いてあって問題文の中に虫食いになってんですね4箇所1問について4箇所虫食いになっていてその虫食いに入るキーワードっていうものが下に20個ぐらいですね挙げられててこの中から虫食いの穴の開いてるところに入る適切なものを選びなさいというのが足し選択式ですね。 そして最後に記述式っていうことでえ実際に皆さんの言葉で書いいいてくださいととい。う分野があると問題文がバーってあってこれこれこういう事案において皆さんはどのように考えますかといったようなことが40字程度で書いてくださいっていうのが聞かれるこれが記述式ですね。行政書士試験はこの3つの形式から出題されてくると。 じゃあ全ての科目において3つの形式で出題されてくるのかっていうとそうでではないんですね。法令科目について言えば基礎学憲法行政法民法商法会社法といったものはどれもご支度一式がありますが多種選択式であったり記述式については全ての科目じゃないんですね。虫食い問題について言えば憲法と行政法記述式について言えば行政法と民法ですね。 で一般知識については虫食い問題であったり記述の問題はありませんとそしてまたですね皆さんここでちょっと着目していただきたいんですが法令科目のところで行政法と民法ありますよね。そしてまた多し選択でも行政法と記述で民法と。 いうものがありますよね多種選択で行政法記述で行政法民法という形でご支度いつにも行政法民法あって多種選択記述式のところでも行政法民法があると。ってことは当然のことながら特典配分は大きくなってきますね。行政法っていうのがこれらを合わせると これらを合わせるとですね112点分あるんですねそして、えー、民法についてですね36点と40点これらを合わせて76点あるんですねトータルで188点分あるんですね300点満点中の行政書士試験というのは満点300点になりますけれども300点のうちの半分以上 がですね民法と行政法で占められてるんですねここがちょっと特徴なんですねなんでですかって言うとそれは先ほど業務のところで見ていただいたようにですね許認可関連行政との関係今の段階では役所との何かのやり取りだなっていうところこれお仕事としてありますよねそしてまたもう一つ民事関係のお仕事っていうものがあるわけですから仕事として 行政関連の手続きまた民事関連のお仕事というものがあるわけですからそういった皆さんが合格してからあお仕事をやっていく上において前提となる基礎的な科目行政法と民法については当然のことがる。 皆さん専門家になるわけですから専門家になるためのベース知識としてしっかり勉強できてますかということになるわけですねじゃあこういった科目がありますといった場合にどうやったら合格できるんでしょうかとこ,こ気になりますよねどうやったら合格でできるんでしょうかと合格基準のところを見ていただければと思いますが一番大事なところは2と3になるわけですね。 先ほども少し申し上げましたように行政書士試験というのは点点満点になっている。そして300点満点中ですね180点以上を取れれば基本的にに合格になるんですね。だから合格ラインは300点満点中の180点以上これで合格になってくると。やったーっていうことになるわけですね。 他の国家資格においてはですね受験生の人その年その年の受験生の人の得点のレベルに応じて合格点というものが変動するという科目,科目である試験もありますけれども行政初士試験は絶対評価180点を超えていれば基本的には合格なんですね。 例外的に2014年度はですね、えー、難しすぎたんでしょうね得点取れた人が少なかったということでちょっと例外的な措置があ取られたことはありますけれども行政書士試験っていうのは絶対評価基本的には180点を超えれば合格できる試験なんだとただ注意していただきたいのはいかに法令科目でですね法令科目っていうのは全体で244点ですねここのところ。 法令科目っていうのは全体で244点あってこれ56点一般知識は56点あるわけですけど合格点が300点満点中の180点を超えてればいいというんであればじゃあ一般知識なんかやんないで法令科目244点あるんだから法令だけやって180点超えることできるじゃんとそれでいいじゃんと思われた方いらっしゃると思いますがいやいやちょっと注意してほしいんですね。 いかに法令科目で180点を超えていても要件の2のところ注意してくださいっていうのがここなんですね一般知識の科目56点満点中最低40%以上24点以上は取っておかなければいけないんですね180点以上で基本的には合格だけれどもこの180点の点数の中には最低一般知識で24点 1> 卓一1個4点ですから6問分ですね択一は833と一一般知識択一は833ということで14問ありますけれども14問中の6問は最低ここで取っておかないと180点をいかに法令科目で超えてても合格できないとここはちょっと注意をしておいていただきたいところではあると。 何でかっていうと最低限の教養というものは持ってるべきでしょうということでですね一般知識のところで基準点足切り点というものが置かれています。 ですから皆さんに押さえていただきたいのは行政書士試験というものは300点満点中の180点を超えれば基本的には合格できるんだだから180点を超えられるように勉強していこうとただ注意いただきたいのはこの180点の中には最低一般知識の24点というものが入っていなければいけないんだよっていうところですね。じゃあどううやっっってて戦きましょうかっていうところになるわけですけれども。 もうすでに気づかれてい,る方いらっしゃると思いますけど300点満点中の180点超えれば基本的には合格なわけですよね一般知識で注意はありますけど法令科目見てくださいと。民法と行政法だけで188点ありますよね。すごいですよね。 最悪言ってしまえば一般知識で最低24点は確保した上で民法と行政法だけやってれば合格できちゃうといったような試験でもあるんですね。それぐらい民法と。行行政政法っていうのが行政書士試験ででは大事なんですよ合格のための3つのポイントということで書いてありますが民法と行政法の攻略に重点を置きましょうねと。 300点満点中188点以上あるわけですからこの民法と行政法を中心に皆さんは勉強していく必要性がありますよとただですねいざ実際に勉強していくってなるとですねなかなか独学だと困難なんですね。合格率見てみてみくださいと例年10%ぐらいで推移してますよね例年。 合格率10%ぐらいで推移してますよね合格率10%って10人に1人ですと結構難しい難関資格の部類に入ってくるんですねそしてまたこれ10%の合格者の中には今皆さんレックのガイダンスをお聞きになられてますがレック以外にも予備校っていっぱいあるわけですよね 例年何万人という行政初心試験を目指す人が予備校を使っているわけですと。ですから予備校を使っている人の方が合格率は高いわけですよね当然。ってことはこの10%の合格者の中の多くは予備校を使っている人になるわけですよね。ってことは予備校を使わずに独学で挑むってなったら10%以下の合格率と。 非常に難関資格であるとここは一つ押さえておいてほしいんですねだけれども合格できないわけではない先ほど申し上げましたように攻めるべきポイントを間違えることなく正しい勉強をしていればですね合格っていうものはつかめるんですねじゃあどうやったら正しい勉強なのかあ、各種の法令科目っていうものがありますけれども何を覚えればいいのか何を覚えなくていいのかと そういった取捨選択、皆さん当然のことながら日頃からお仕事をされながらですね受験に挑む限られた時間の中で合格をつかむというわけですから効率的な勉強というものが必要になってくる効率的な勉強っていうのはなかなか独学では困難なんですね。 そこで予備校を使うっていうことで予備校の一番のメリットはそういったですね無駄な勉強をしないで済む費用は確かにかかります費用は確かにかかりますけれどもその費用を取るかまた独学で何年もかけて合格をつかみ取るのかと。 時間を長くかければ当然のことなら独学でも合格できるだけれども少し費用を払ってでも時間というものを大切にしたいタイムイズマネーっていうふうによく言ったりもしますよねそういった効率的な勉強をしたいという方はですねぜひ予備校の方をご検討いただければなっていうところではあると。レックの基本的な講座としては「パーフェクトコース」っていうものがありますと。 でこのパーフェクトコースを使うことによってですね効率的な勉強各膨大な量の法律知識の中で何を勉強したらいいのかとそしてまた判例と裁判所の判断というものも出てきますから裁判所の判断というのはなかなか皆さん難しいんですね。サンプルでテキストの内容というものがあると思いますけれどもちょっとあとで読んでみてくださいと。 何言ってるかわからないっていうところがかなり多いと思いますと法律学習っていうのはあ日本語なんですが日本語じゃないと、外国語のようなものをイメージしていただければいいんですがあ法律学の内容それ自体を勉強するのも一人では難しいんですねこういったところを私たち講師っていうところが寄り添いながらですね 一つ一つ一歩一歩合格をつかんでいきましょうっていう形で手助けするそれがパーフェクトコースになっていると。なおですね本年度から「ュートということでコース制限定オプション講座ということで「えー、復習フォローアップ講義」ですね、まあ、要は問題演習ですね。 合格講座にはドリルというものがくっついてきますけれどもなかなか諸学だとお講義は聞いただけれども問題取り掛かろうという時になかなか解けないんですね。そんなということで合格講座とリンクした復習フォローアップ講義っていうことで一緒に問題を解いていくとこれ1回15分になりますから隙間時間でもですね確認というものは可能になっているんですね。 これが本年かから出ててききた。たたより合格をつかみ取っていただきたい。だ皆さん特に初めて勉強される方が問題演習するときにスムーズに問題演習をできるようにしましょうと理解を深めることができましょうということでくっついたものになります。なおですね話によりますとこのパーフェクトコースとセットでですねこのフォロー アップ講義っていうものを取っていただくと半額ぐらいですかね結構割引が半額かその割引率っていうところはお問い合わせいただければと思いますけれどもかなり値引きされた形で5,000円ぐらいでですねくっつけることができるという話ですので是非ですね合格講座を取られようという方はこちらもご検討いただければと思います。 さらにですねレックの特徴としましてはですね乗り入れ制度っていうものがあるんですね。ね皆さん今 皆さんのお近くにレックの校舎があ,あったりまたレックの校舎でこの話を聞かれてる方もいらっしゃると思いますけれども必ずしもですねその校舎で申し込んだらその校舎の授業を受けなきゃいけないという話ではないんですね。自由に乗り入れが可能というとでことで、えー、レックの校舎であればスケジュール表を見てですねあこの日はこの樹木と先生が授業やってるのか聞いてみようかなという形でどの校舎でもですね授業というものは受けられますと。 さらに当然のことながら人ですから講師の人とそれが合わないとこの講師の人苦手だなとか話よく分かんないなっていうことも出てくるわけですよね。だけれどもその時にずっと嫌な思いをしながら授業を受けなきゃいけないのかっていうとそうではない自由に乗り入れが可能ですから皆さんが一番合うなと思う先生のところで授業を受けるっていうことも可能な そしてまた生講義だけではなくてですね通学できないとお仕事などで休んじゃったっていう場合についてもウェブでですね授業を聞けると通信フォローというものもくっついていきますので非常に勉強がしやすいさらに通信で、えー、話している先生の授業を生で聞いている方以外の方はですね 通信のフォローを担当している先生以外の先生の校舎で授業を受けられる方は生講義で皆さんが選んだ先生の授業を聞けてさらに皆さんが選んだ先生の授業でわからないところがあったら通信の方で違う先生が同じ単元について説明しますから講師それぞれによって説明の仕方は違うわけですよね。 分からない部分があっても違う先生の同じテーマの説明を聞くことによって分かるということもありますので非常に勉強がしやすいんですいでねそしてまたウェブで聞かれる際には倍速再生なども可能になっていますから皆さんの学習ペースに合わせた勉強方法ができるように REC では対応がなされているというところになります。 最後になりますけれども初めて学ぶ行政書士ということでまず第一点皆さんに押さえといていただきたいのは行政書士っていうのは町の法律かそしてまた皆さんが絶対やりたいお仕事っていうのは見つかる夢のある楽しい仕事なんですよとそしてまた多くの国民の人からあ求められる人材でもあると。 だけれども合格をしていく上においては合格率一般合格率10%前後ということで難関資格の部類に入ってくる法律を勉強するという場合においてもですねその勉強内容も非常に難しいんですね。そこで私たち講師がですね皆さんをサポートしながら合格をつかみ取っていただきたいと。 レックであれば一般合格率の4倍の合格率っていうものも出しているところでありますし私は日頃は池袋の校舎の方でですね講義しているところではありますがそのほかにも。 レックにはですすね優秀な先生たくさんいいらっしゃいます講師一人33年、えー、皆さんご存知の方もいらっしゃるかなと思いますがあ横溝先生であったりですねその他の先生というものも実力が実力を持った先生という多くの先生たちがですね担当していますので是非ですね 独学だとなかなかか難しい。そしてまた独学だと一番苦しいのは自分に打ち勝てるかかどうかっていうといころですよね。孤独に勉強しているとどうしても途中で挫折したくなってしまうと諦めてしまうとだけれども講義予備校を使うことによって教室に行けば一緒に戦っている仲間 ライバルでもあり仲間がいますしまた生で講義を受けられれば目の前に私たち講師がいて何か不安なことがあればですね講師に相談したりそしてまた時には講師の方からですね喝を入れてもらったりですね。 合格をつかむにあたって自分が一人でやっていくとなかなか最後までやり抜くことできないんじゃないかとそういった後押しっていうのも予備校を使うことのメリットになりますので、えー、是非ですね本日せっかくガイダンスお聞きいただいているわけですから少しでも行政書士試験受けてみ、えー、たいとそしてまたレックを使ってみたいと思っていただけた方は是非ですね 校者でこのガイダンスをお聞きの方は校者のスタッフに相談をしてみてくださいとそしてまたウェブで聞かれている方がいらっしゃればあーあーレックの方にですね問い合わせてみてくださいと自分に合った講座というのはどういう講座なのかそしてまた早ければ早いほどですね割引率も高いというふうに聞いていますし各種のですね割引制度ここにもおね 教育年給付制度とかいうことが書かれていますので結構レックの特徴として各種の割引というのは結構多いですねですからどんな割引が効くんですかとかいうのはお問い合わせいただければなというふうに思います以上私本日お話ししたかったことになります ぜひですね、えー、皆さん行政書士試験合格していただいて行政書士という職業バッジを手に入れていただいて行政書士を盛り上げていただきたいそしてまた皆さんの人生というものも華あるものにしていただければと思いますと。 行政書士っていうのはそういった皆さんの今後の人生にとって楽しい人生を送る一つの資格でもありますので是非ですね最後まで走り抜けて合格というものをつかみ取っていただければと思います。以上初めて学ぶ行政書士ということで担当させていただきましたレック専任講師の鎌田です。ぜひ頑張ってください。